ゴードン・ノース・コット事件、ゴードン・ノース・コット事件、ゴードン・ノース・コット事件、ゴールドン・ノース・コットとは、アメリカ合衆国で1920年代後半に発生した連続少年誘拐殺人事件である。別名を、ワインビル、現在の養鶏場連続殺人事件ワインビル、チキンコープマーダーズと呼ばれている。裁判で有罪になったのは3人の殺害であるが、 本人曰く犠牲者は口述のウォルター・コリンズなど20人としている。この事件の被害者の母親の目に起きた出来事をモチーフにした映画が2008年公開のチェンジリングであり、一連の犯罪の首謀者、ゴードン役をジェイソン・バトラー・ハーナーが演じた。アメリカで発生した80年近く前の事件であることから映画の作中では関係者すべて実名である。 1926年、カリフォルニア州、リバーサイド郡で養鶏場を営むゴードン・スチュワート・ノースコット、ゴールドン・スチュワート・ノースコットは、カナダのサスカチュワンから当時14歳の老いのサンフォード・クラーク、サンフォード・クラークを引き取っていた。1928年2月に、ラプエンテの溝の中で、身元不明のメキシコ人少年の首のない死体が、発見された。さらに、 近所の二人の兄弟がゴードンと一緒にいるところを目撃されたのを最後に行方不明になってた。9月にロサンゼルス市警察はゴードンの養鶏場を捜査のために捜索したが、そこでメキシコ人少年の頭部を発見した。警察がクラークを追求したところ、ゴードンが二人の少年を性的虐待した上で、撲殺したことを自白した。またゴードンが母親のサラルイーズ、 サラ・ルイース・ノース・コットの助けを借りて何人もの、少年を誘拐しては、養鶏場に監禁し、歪説行為をした挙句に殺害した後、周辺に遺体を埋めていたことも判明した。警察が捜索したところ骨片しか発見できなかったが、これは、クラークの証言では、証拠隠滅のために、生石灰で処分したためであるというものであった。なお、当時二十一歳のゴードンは、 警察が養鶏場を捜索する前に、カナダに逃亡していたが、ブリティッシュ・コロンビアシューバーノンで拘束され、カリフォルニアに送還され三人の殺害容疑で起訴された。ゴードンは連続少年誘拐殺人犯であった。彼は少年を誘拐してきて、養鶏場に監禁し、事故の歪んだ性的欲求の裁け口にしただけでなく、時には金銭目当てに、 身元不明の同様な性的思考を持つ子に貸し出していたというものであった。彼ら被害者の少年は飽きて必要がなくなれば、撲殺して生石灰で肉を溶かし骨を養鶏場周辺の砂漠に遺棄されていた。この作業を手伝わされていたクラークが証言した遺棄現場からは大量の人骨が発見された。クラークは事件の重大な証言をしたことから、 司法取引の見返りとして、刑事裁判では起訴されなかった。氏名の変更命令を出され少年院送致となり、その後カナダに強制送還された。彼は事件の関係者の中では最も長生き死家庭を構え1991年に死亡した。裁判でゴードンは、ウォルター・コリンズなどを殺害したことを認め、母親のサラも5人の殺害に関与したことを認めた。 サラは、メキシコ人少年を殺害した罪で1928年12月31日に、終身刑が宣告されが、検事によれば女性であるから、死刑を免れたとされた。彼女は12年後に仮釈放されている。一方のゴードンは、弁護人を雇わずに裁判をしたが、いい加減で矛盾した供述を行い、結局のところ事件の全貌は明らかにならなかった。 法廷でゴードンは精神異常者ではないと主張し、その主張が認められたために責任能力があるとして死刑が言い渡された。その後サンクエンティン刑務所の死刑囚官房に収監されたが、自らが犯した罪の大きさを認識したゴードンは、次第に精神の均衡を失い始め、死に至る病気になったと思い詰めて一連の 大量殺人の詳細をクリントン・ダフィ副所長に告白した。ゴードンは病気が回復した後の1930年10月2日に恐怖に怯えながらサンクウェンティン刑務所の刑場で死刑が執行された。ウォルター・コリンズ、当時9歳は1928年3月10日にロサンゼルスの自宅から行方不明になっており、全米の注目を集めていた。 ロサンゼルス市警察は5ヶ月後にイリノイ州でウォルターを発見し母親のクリスティンに引き渡した。しかし発見された少年は成長期であるにもかかわらず身長が低くなっているなど明らかにウォルターではなかったため別人であるとクリスティンは歯の治療記録を根拠に主張していた。市警察はクリスティンの訴えに取り合わないだけでなく彼女を 警察が認定した事実を認めない乗常者として、精神病院、ロサンゼルス軍立病院精神科閉鎖病棟に強制入院させた。だが、ゴードンの自白により、ウォルターが殺害されていたことが明らかになり、クリスティンは退院する。もし警察が初めからきちんと捜査していれば、ウォルターを救出できた可能性もあり、そもそも警察が連れてきた少年は、 何者かということが問題になった。この異常な展開により、警察の激輪に触れた者は異常者と決めつけ、精神病院送りにするという当時の死警察の腐敗体質が暴露された。ウォルターとされた少年は、アーサー・ジェハッチンズ・ジュニア、アーサー・ジェハッチンス・ジュニアであった。彼が後に語った、自分がウォルターであると偽った理由は、ママ・ハハと折り合いが悪く、 遠くに行きたかった LA に行けば映画スターたちに会えると思ったためというものであった。ウォルター捜索の担当であった死警察失踪認可警部 JJ ジョーンズはメイラに違うことに気づくはずなのに自身の巧妙心のためにアーサーの幼稚な芝居に加担したばかりか真相究明を求めるクリスティンを精神病扱いした。彼女は自らを精神病院送りにしたジョーンズに対して 民事訴訟を起こし勝訴したが、発見された骨片がウォルターのものかどうかわからなかったことから、生涯にわたり、息子の生存を信じていたという、ジョーンズとデイビス死刑本部長は後に免職、罷免された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。